訪れたのは香川県高松市新田町にある八島駅から1413メートルのお店。さあ今日は比較的新しいお店に行くぞといったところで、むむ、バイツァーダスト。危ない危ない、通り過ぎちゃったから時を戻したぜ。ぜひぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。さあということで、今回訪れたのはおうどん瀬戸晴れさん。2019年の5月にオープン、結構最近のお店ですよね。お店の横が駐車場になっているのと、30メートル離れたところぐらいに5台ぐらい止められる駐車場も用意されておりました。こちらのお店、食べログで 3.89 というね、めちゃくちゃ高い点数取ってたんで気になってたんですよね。お店の前にはおすすめメニュー、青さの天ぷら、こんなの聞いたことないぞ、これ絶対頼もう。さあそれでは入店だ。すいません、うどんください。すいません、すいません、うどんください。え、席に着けばいいんですか。わかりました。さあということで、席について落ち着いたところで店内を見渡してみましょう。なんて落ち着いた雰囲気。そしてもちろん香川のうどん屋にはマストな商品、おでんも置いております。まあ今回は頼みませんが、テーブルにはメニューが置いてあります。ちなみにこのお店フルサービスのお店、全て店員さんがやってくれるので、やっぱり若干値段は高めに設定されてますね。うどん各種、天ぷらもオーダーが来てから作り始めるんで、出来立てができるといったような形。今回は肉ぶっかけうどんと青さの天ぷらを頼みましょう。ちなみにこの日は2玉頼みました。要するに大ですね。ちなみに僕が頼んだこのうどんの玉で、この日は麺切れだったらしいです。あっぶねー。こちらのお肉は玉ねぎと一緒に調理するスタイル、玉ねぎ好きだからこれ嬉しいです。そして麺、麺麺麺、めちゃくちゃテカテカしています。これくっそうまそう。麺をきれいに並べてくれているところ、美味しそうポイント100点です。そしてこちらは青さの天ぷら。なんだこれ、こんなの見たことねえよ。新しすぎてドキがムネムネ、あ、胸がドキドキしております。さあそれではぶっかけの出汁をぶっかけて、お次はネギをファササササ、最後に生姜をちょいっと乗せれば、これで混ぜて食っていきましょう。タイム。食べログの点数 3.89、高松のうどんランキング3位の実力、見せていただきましょう。いや、食べさせていただきましょう。タイム。何これ、マジうますぎるんですけど、やば、ウケる。これま、これま、マジうますぎてピエンなんですけど。はっ、いかんいかん、あまりの美味しさにギャルになってしまった。っていうかね、本当にここ美味しいです。うどんはコシがあるし、何より喉越しが最高です。うどんがツルツルなんで、すっごく食いやすい。お肉も甘い味付けで、かなりね、だしとフィッティングしてます。そして青さの天ぷらなんですけど、これ実は一口目食べた時に、うわ何やこれ、苦って思っちゃったんですけど、食べ進めるうちにそれを求めている僕がいました。苦い青さとうまいうどん、これを交互に食うのが本当にたまらん。お願いします、青さの天ぷらをレギュラーメニューにしてください。あー、そうこうしてる間にもう最後の一口になってしまった。いや、まだだ、まだ出汁が残ってる。出汁を全て飲み尽くす。本当にここのうどん、出汁、天ぷら、全てにおいて僕の歴代うどん屋の中でトップクラスの美味しさでした。シンクロ率 120% 中の 120%、 僕のグルメ細胞に完全に適合しております。少し根を張るところだけに目をつぶれば完全に1位でした。県外から来られる方、ぜひぜひこちらのお店おすすめします。行ってみてください。あ、ちなみにこちらの店主さん、なんとあの森屋さんで修行されていたということです。そりゃうめえわ。さあそれでは最後の一滴まで残すことなく飲み干しました。いただきました。どうもごちそうさまでした。さあそれでは今日のお店のおさらいです。店名はおうどん瀬戸晴れ、住所は香川県高松市新田町にあります。営業時間は9時から15時、日曜日も営業しております。定休日は木曜日となっているので、お間違いなくここ超おすすめ店なので、みんなもおうどん瀬戸晴れレッツゴー。